これはディサート。このディサート、1967年にグランプリ取ったんですね。そうですね。島田さんもご覧になったことですね。はい、彼は個人的にもよく知っております。パリで数度会っておりますし、オリンピアのステージも立った。そうなんですか。はい、やっぱり手先の技術ですね。そうですね。彼はまたこれとまた別個の、大きな、なんていうんですか、イリュージョンスタイルのマジックもあるんですよね。全く違うスタイルでやるものもあるんです。そうですか。今回はこれはスライハンドですね。そうですね。